吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。ここは新島、伊豆諸島の新島になります。今さっき船を降り立ったところでありまして、ここは船客待合所になっています。大きな施設ですが、今はもう人がほとんどいない状態になっています。ここもこの先日の台風の被害にあったようでありまして、後方にこの入り口が、玄関があるんですが、ベニヤ板で覆われています。その向こうのガラス、外のガラスは全くない状態になっておりまして、ここまで雨風が打ち込んできたということでありますが、今はきれいにされております。こちらの方はこのちょうど船の形になったスペースがありまして、こう台風の跡という感じがするところですが、これから島内の方にずっと行ってみたいというふうに思っております。こちらは今日徒歩で動こうと思っておりますので、許された時間の中での行動になりますが、台風の被害にあった皆さん方には大変な思いだったろうということを思っておりますし、復旧のために頑張ってもらいたいと思います。こちらの後方にはお土産屋さんがありまして、この船の動きに合わせて営業しているということですから、もう当然この時間には空いておりました。少しこの口が寂しいということでお菓子を購入したところであります。これから島の中心の方に行ってみようと思います。吉田友でした。終わります。